今年20回目の開催を迎えた沖縄祭りは、ブラジル沖縄県人会ビラカロン支部が毎年開催しているもので、2日間でおよそ3万人が訪れます。南米全土から集まった県警人らの熱気に包まれる中、県警一斉が25年前に創設し、現在は600人を超えるメンバーで活動する琉球国祭り太鼓によるエイサーの演舞が披露されました。ヒージャージルやサーターアンダギーなど懐かしい沖縄の味を揃えた屋台も並び、多くの県警人や子孫にとって年に一度ルーツの沖縄をより近くに感じることができる時間となりました。